皆さんこんにちは。今季国内9試合目となる原絵里香さんが腰痛のためスタート直前に棄権しました。ヘルニアが悪化してスイングができませんでした。今週に入ってから怪しいかなとは思っていました。病院でも治療してこっちに来ました。昨日プロアマでやってみて本調子ではないですが、まあいけるかなと思っていました。夜にかなり痺れてきて今日もどうかなと思っていたけど厳しかったですと、持病の再発の傾向が見られたようです。ツアー通算4勝ですが、一昨年から腰痛に苦しんだ影響で2021年オフの練習量が足りず、昨季は未勝利に終わっていました。昨年9月の東海クラシックの時も腰痛が再発してしまいました。プロアマ戦を欠場後急いで帰郷し、治療後再び試合会場に戻り3日間プレーしましたが、結果は12位でした。かえって腰に悪い気もしますが、昨年からの状態を見ていると針や注射による治療では限界があるのではないかと思われます。ツアー関係者が次のように言います。原絵里香選手は来季米女子ツアーで戦うため今年はツアーテストを受けると公言していましたが、腰に爆弾を抱えた状態では4日間大会で長距離移動もある米女子ツアーに挑戦するのは厳しいと言わざるを得ません。国内大会でも痛みを気にしながらでは思い切りのいいスイングができず、得意のドライバーも飛距離が伸びないでしょう。手術をして根本的に治せばいいということは分かっていると言いますが、手術をすればリハビリを経てツアー復帰まで6ヶ月以上かかるケースもあります。原絵里香さんはそれが嫌で手術に踏み切れないのではないかと見られています。関係者が続けます。師匠のジャンボ尾崎さんも若い頃から腰痛持ちで、現役終盤は座骨神経痛に苦しんだと言います。手術をせずに電気や針などいろんな治療を施しましたが、ほとんど歩けなくなってしまったと言います。そこで60歳を前に決断しました。2006年12月、座骨神経痛と腰椎分離症を手術しましたが、周囲は決断が遅すぎたともっぱらでした。原絵里香さんはまだ若く時間はあります。今後も腰を気にしながらプレーするより、数ヶ月戦列を離れても完全に治した方がいいし、腹をくくるべきと専門家は述べています。その後ヘルニアが改善されず、原絵里香選手は2戦連続の欠場となりました。5月16日に開催されたブリヂストンレディスを腰痛のため欠場すると発表されました。前週の RKB 三井松島レディスから2戦連続の欠場となります。先週は開幕前日のプロアマ戦は出場したものの、前述の通り2021年から患う持病のヘルニアが再発しました。夜にかなり痺れてきて厳しかったですと、スイングもままならず会場を後にしていました。ブリヂストンレディスの出場についても、どうなるかわからないけど頑張りますと話していた原絵里香さんでしたが、プレーできる状態までの回復はかなわなかったようです。今季は序盤に3位タイを記録していましたが、その後はなかなか優勝争いに絡めていませんでした。2年ぶりの勝利へ強い意欲で挑んでいるシーズンだけに、早期回復が待たれます。いよいよ正念場を迎えています。試合続行か手術による完全復帰か。さて、先日週刊誌「女性自身」によって、プロ野球東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手と原絵里香選手の熱愛交際が報じられ、それぞれのファン等の間で大きな反響を呼んでいました。しかし2人の関係はまだ友達以上恋人未満で、交際開始前に破局の可能性もあると週刊女性のウェブ版「週刊女性プライム」が伝えています。人気女子プロのお相手が昨年史上最年少の三冠王となり WBC 世界一に貢献した村神様とくれば、注目されるのは当然のことでしょう。2人の熱愛を報じた女性自身によれば、2人は知人を介して連絡を取り合う仲になり、次第に惹かれ合って交際がスタートし、昨年10月上旬に東京都港区内にあるプロ野球選手もよく訪れるカラオケバーで2人がデートしていたとのことです。この報道後にスポーツ紙の取材に応じた村上宗隆選手は、原絵里香選手との関係について、僕もアスリートとして応援していますし、仲の良い友達の一人ですとした上で、10月にご飯には行って、
カラオケも全部事実ではないんですけど、2人で行ったって書いてあるんですけど、2人じゃなく友人を含めて行った仲ですと語り、プライベートで食事に行ったことを認めています。また熱愛が報じられる前にこういうの出るみたいだよってと原英莉花選手と連絡を取り合ったことを明かし、事実とは異なる部分がたくさんあると語っていました。村上宗隆選手はさらに、この日の試合のヒーローインタビューでスタンドから英莉花さんが喜んでるよとの声が上がった後に自ら報道に言及し、いろんな情報がありますけど、まあそこに惑わされず、最近ちょっと家の周りに週刊誌の車がたくさん止まっているのでちょっと行きづらいんですけど、僕を信じてついてきてください、頑張りますと語っていました。一方の原英莉花選手はゴルフメディアの取材に、すごい応援していますとコメントするのみで、村上宗隆選手との関係について明言を避けています。そんな2人の関係について、スポーツ紙の野球担当記者は、わざわざ交際を隠す理由はありませんし、もしかすると男性ファンが多い原選手の事情を汲んだとも考えられますが、2人の現状は友達以上恋人未満のいい関係なのかと思いますと推測しています。しかしこんな話もあります。沖縄での女子ツアー開幕戦を取材中の報道陣がヤクルトキャンプのプレスキャップをかぶっていたところ、原英莉花選手からそれ欲しいですとねだられたそうです。その時は村上宗隆選手との関係については知りませんでしたが、今思えばという感じだったといいます。原英莉花選手は173cmの長身でモデル体型です。大会の前夜祭で見せるドレス姿は常にネットで話題になります。ジャンボ尾崎さんは、サクオフ、ゴルフ以外ではいつも主役だけど、ゴルフでも主役になってもらいたいと語っていました。またかと思っているはずだとしています。また元フライデーの記者でベテラン芸能ジャーナリスト佐々木博之さんは次のように述べています。交際を否定したところで、報道がなされたことにより、これからは友達としてもおいそれと会うことが難しくなりました。その後追っかけ取材する他媒体も出てくるでしょうし、仮にデート姿を撮られようものならやっぱりと報じられかねません。それこそ恋が成就する前に、交際を迎える前に、破局に至るかもしれないと指摘しています。今回の報道が原因で破局の可能性もあるとしているのです。続けて村上宗隆選手といえば女性人気も高く、しかも原英莉花選手の匂わせ行為があったのならば、嫉妬ややっかみの対象として批判にさらされる恐れがあります。メンタルの競技ともされるゴルフだけに、余計な雑音でプレーを乱されまいか心配になるとしています。原英莉花選手は熱愛を報じられる前から、自身のツイッター上で村上宗隆選手との親密関係を匂わせていた疑惑も浮上しています。先頃開催されたワールドベースボールクラシックの準決勝で村上宗隆選手がサヨナラヒットを決めた後には、なんだこれ、自分が強くなった気分、ハートフルすぎる、ポカポカとツイートしていました。村上宗隆選手の誕生日だった2月2日にはおでんの絵文字を入れてちゃんとツイートしていたのですが、村上宗隆選手はかねてから先輩の山田哲人選手におでんくんに似てるといじられているため、これは村上宗隆選手に向けたツイートなのではと指摘されています。昨年12月には、今日は多分188センチあった、足いてててて、とツイートしていたのですが、村上宗隆選手の身長は188センチであるため、これも匂わせを疑われています。それによって原英莉花選手のツイッターに直接匂わせを指摘するコメントも複数寄せられているものの、現時点で匂わせ疑惑によって炎上まではしていません。しかし村上宗隆選手は人気が高い選手だけに、今後の誹謗中傷被害などは懸念されます。また熱愛が報じられたことで会いにくくなったのは間違いないでしょうし、2人の関係に悪影響が及ぶ可能性はあります。しかしトップアスリート同士でお似合いのカップルだと思うので、これからもどうにか良い関係を続けていってほしいところです。いかがだったでしょうか。今回は原英莉花選手の熱愛報道の真相と患っているヘルニアの状況について見てきました。ベテランジャーナリストが言うように、
これからかもしれない状況で周りが騒いでしまえば、その後どのような道をたどるのかは容易に想像できます。付き合っているにせよ、付き合っていないにせよ、小さなおせっかい大きなお世話といった感じではないでしょうか。トップアスリート同士だから食事、トレーニングなどの考え方が合うのかもしれませんし、バットとクラブの違いだけで使う筋力や体幹の鍛え方も同じなのかもしれません。いずれにしても話が合うのでしょう。 SNS 上では2人を応援する声は広がるばかりですが、果たしてどうなるのでしょうか。2人の今後の動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。We'll be right back.